ットです。しっかり晴れるというのもかなり期間が短いということになりますので、日差しの有効が非常に大切になっていきそうですね。改めてこの先1週間の天気アイコン確認していきましょう。27日から28日にかけてはおおむね晴れるところが多くなる予想。1日になりますと西から前線がやってくるので、西日本では雨が降り出すところが多くなります。そして2日になると低気圧前線発達しながら日本に近づいてくる予想ですので、各地でざっと強く雨が降るタイミングもありそうです。3日になりますと低気圧が発達しながら北海道にやってきますので、北海道では雪が強まり吹雪になったり、また大雪になる恐れがありますので、3日は特に道東エリア注意するようにしてください。4日は低気圧が北に進んでいきます。北海道では日本海側中心に雪の降り方注意。西日本などでは高気圧が張り出してきますので、各地で晴れる予想になっています。そしてその先5日になると広い範囲で晴れるものの、西から天気下り坂という天気の流れになっていきます。そして花粉の予想、週間でも確認していきましょう。この先の1週間の天気見ていきますと、2日は少なめとなっていますね。こちらは前線が通過し雨が降るため、各地で花粉の予想は少なめとなっています。ただし前線通過が早い高知などでは花粉の飛散量が多くなってしまう恐れがありますので、2日高知などでは注意するようにしてください。それ以外の日を見ていきますと、東京などでは比較的雲が広がりやすいものの、天気が安定しているため各地しっかりと飛ぶような予想になっています。福岡、九州などでも各地花粉の飛散は多い予想。この後だんだんと花粉前線自体は北上する予想になっていて、花粉のシーズンインなどもどんどんと拡大していきますので、しっかりと対策を取るようにしてください。以上、この先の1週間の天気、そして花粉の予想も確認していきました。ここからは皆さんからいただいているリポート確認していきましょう。
予報センターから地震の情報をお伝えします。先ほど23時54分ごろ東北地方で最大震度3の地震が発生した模様です。震度3を観測した地点は福島県浜通りとなっています。こちら先ほど緊急地震速報では震度2と出ておりましたが、実際に震度3を観測した状況です。で繰り返します。先ほど23時54分ごろ東北地方で最大震度3の地震が発生しました。震度3を観測した地点は福島県浜通りとなっています。また津波に関する情報などは出ておりませんので、海岸付近にいらっしゃる方はなるべく離れるようにしてください。最新の情報が入ってまいりました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。23時54分ごろ東北地方で最大震度3の地震が発生しました。震源地は福島県沖、震源の深さは 60km、 地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 となっています。繰り返します。先ほど23時54分ごろ東北地方で最大震度3の地震が発生しています。この地震による津波の心配はありません。細かい地点の情報が入ってまいりました。福島県の楢葉町で震度3を観測しています。その他のエリア、宮城県から福島県内陸、茨城県、そして栃木県や群馬、こちらのエリアで震度1から2を観測している状況です。23時54分ごろ東北地方で最大震度3の地震が発生しています。この地震による津波の心配はありません。震度3を観測した地点は福島県の楢葉町となっています。以上、予報センターから地震の情報をお伝えしました。こんばんは、0時をちょうど回ったところでございます。はい、先ほど東北地方で震度3の地震がありました。今予報センターの山下さんの方から情報を伝えていただきましたけれども、はい、日付が変わって7ですね、はい、7の月曜日になりました。はい、1週間始まりますよ。はい、その1週間ね、元気に過ごせるための名場面は天気を聞いた後に行いますよ。さあ、まずは皆さんの天気を教えてください。はい。皆さんの天気をね、今すぐ天気を確認しに行ってください。そしてコメントでもいただければ。盛岡曇り、宮崎曇り、パンのことしか考えてなかった。今は天気のことを考えてくださいね。パンは後でやりましょう。じゃあ、はい、京都晴れ、
北九州晴れ、結構晴れ、北の方は曇りのところが多かったですけどね。あれ東京曇りになってる。あ、仙台は曇り、八王子曇ってます。はい、あ、仙台星見えません曇り、さてここはどこでしょうってことになる。どこかな、曇り、東北の方かな、北関東ぐらいかな。はい、板橋区は晴れてますね。熊本薄曇り、はい、さあということで、締め切っていきたいと思います。それでは5秒前です。4、3、2、1、終了です。ピーン、なんか BGM がお正月みたいですねさあそれでは見ていきましょう割合はこういう感じですね。それではマップでも確認してまいります。太平洋側ほど晴れてるところが多かったんですけれども、お、曇りのエリアがちょっと広がってきてますね。あれれ、さっきより今あの外の天気を確認してくださいって言ったら向かいのおばちゃんと目が合ったって本当ですか。いやね、日本中がね定時になるとねこうガラガラって天気を確認するそういう世の中になるとねいいと思いますよ空友の予感ですよ空友の予感ね、そこでこんばんは、あ、なんかちょっと曇ってきましたねみたいな話だよね。あ、今地震の情報が入りました。予報センターから地震の情報をお伝えします。こちら東北地方で最大震度3と推定される地震が発生した模様です。こちらは緊急地震速報となっています。推定されるマグニチュードは現在 5.3、 震源地は福島県沖、震源の深さは 50km と推定されております。念のため海岸からは離れるようにしてください。チャットなどでも揺れの報告が届いています。茨城南部の方からは推定2くらいの揺れと報告いただいています。宇都宮ガタガタと揺れています。体感は2から3ですと。千葉この幕張予報センターのあります幕張でも少し揺れを感じています。震度1程度でしょうか。繰り返します。先ほど24時3分ごろ東北地方で最大震度3と推定される地震が発生した模様です。推定されるマグニチュードは 5.3、 震源地は福島県沖、震源の深さは 50km と推定されております。茨城の方からは揺れていますと報告いただいています。最大震度4の地震が発表されました。実際に観測された情報が入ってまいりました。実際に観測された最大震度は震度4となっています。福島県浜通りで震度4、宮城県南部、福島県中通りで震度3を観測しています。先ほどの緊急地震速報では最大震度3とお伝えしましたが、実際に観測された最大震度は4となっています。まだ津波に関する情報などはまだ出ておりません。念のため海岸からは離れるようにしてください。また慌てて外へ飛び出さないようにしてください。割れたガラスなどで怪我をする恐れがありますので注意をして行動してください。かなり広い範囲で揺れたようです。東北エリア、そして関東エリアでも揺れの報告が届いています。繰り返します。先ほど24時3分ごろ最大震度4の地震が発表されました。震度3を観測された地点が増えております。最新の情報では震度4、福島県浜通りは変わっておりませんが震度3が改めて発表されています。震源情報、茨城県北部、栃木県北部でも最大震度3を観測している状況です。新しい情報が入ってまいりました。この地震による津波の心配はありません。
この地震による津波の心配はありません。24時3分ごろに東北地方で最大震度4の地震が発生しています。震源地は福島県沖、震源の深さは50キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 4.9 となっています。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測した地点は福島県浜通り、震度3を観測した地点は宮城県南部、福島県中通り、茨城県北部、栃木県北部となっています。震源情報が発表されました。細かい地点の情報が入ってまいりました。福島県いわき市川内村で震度4を観測しています。その他宮城県から福島県、そして茨城県から栃木県にかけてかなり広い範囲で震度3を観測しています。その他青森から千葉、埼玉、神奈川のあたりまでかなり広い範囲で震度1の状況、震度1を観測している状況です。繰り返します。24時3分ごろ東北地方で最大震度4の地震が発生しています。この地震による津波の心配はありません。震源地は福島県沖、震源の深さは50キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 4.9 となっています。震度4を観測した地点は福島県のいわき市、また福島県の川内村となっています。かなり広い範囲で地震の揺れを感じたという状況になっています。以上、予報センターから地震の情報をお伝えしました。はい、先ほど震度4の地震がありました。ちょっとねびっくりした方も多いと思います。この時間ですのでね、はい、この後もまだ地震が来る可能性もありますので引き続き、警戒していきたいというふうに思います。福島県沖、震度4のエリアがいわき市、川内村ですね。震度3、宮城県、名取市、角田市、岩沼市、蔵王町、あと震度3、福島県では郡山市、白河市、あと、震度2、震度1のエリアはとても広い範囲でね、今回揺れておりますね。はい、先ほども、そうですね、20分ぐらい前にも震度3の地震がございました。そして今回は、震度4ですね。福島県沖で震度4の地震が発生しました。はい、津波の心配はないという、情報が入っております。はい、この後もまた震度3を超える地震の情報が入りましたらすぐ、情報をお伝えするようにいたします。はい、はい、ちょっと地震の情報をね、繰り返しましょうか。はい、まず地震の情報が2つ入りまして、先ほど11時、23時ですね、23時54分頃、東北地方で震度3の地震がありました。震源地は福島県沖、マグニチュードは 4.2 を、推定しております。震度3は、楢葉町、震度2が須賀川市、白河市、田村市、いわき市、南相馬市、日立市、東海村というふうになっておりました。そしてその後に、0時3分頃、東北地方で震度4の地震がありました。震源地は同じく福島県沖、震源の深さは50キロ、地震の規模はマグニチュード 4.9 と推定されます。
震度4のエリア、いわき市、川内村、震度3、名取市、岩沼市、角田市、郡山市、福島伊達市、須賀川市、南相馬市、北茨城市、大田原市、震度2のエリア、大崎市、登米市、宮城上町、仙台青葉区、仙台太白区、仙台泉区というふうになっております。はい、震度2のエリアは、ちょっと広いエリアで、観測されておりますね。はい、スタジオがあります千葉幕張の方でも少し揺れを感じる。こちらに照明とかいろんな機材がぶら下がってるんですけれども、それが少しこうゆらゆらと揺れる程度ですけれども、はい、揺れを感じることがありました。はい、0時3分頃ですね、東北地方で震度4の地震がありました。はい、この後もまだ、地震が続く可能性ありますので、地震情報が入り次第すぐ速報でお伝えするようにいたします。はい、さあということで、そうですね、これからもお休みになる時間ですので、ちょっとね怖いなと不安になる気持ちもあると思います。はい、そういった時は、この後大きな地震が来るかもしれないって、そういうことを想定して準備をしてお休みになるといいと思います。はい、非常持ち出し袋があると一番ですけれども、身の回りで何かあった時にすぐこれとこれは持っていこうとか、逃げる経路はこういうふうにしようとかってシミュレーションしておくことが一番重要だと思いますので、はい、枕元にスリッパとか、そうですね、はい、こういうタイミングでやっぱりそういうことを思い出して、でアクションが取れるっていうのがいいと思います。やっぱりどうしてもね、忙しいと忘れちゃうってことはあると思うんですよね。なんですけど、こういうタイミングでこれも何かそのね、きっかけにしていただければいいなっていうふうに思います。はい、そう、地震はいつ来るかわからない、本当にそうですよね。はい、非常用袋、非常用持ち出し袋っていうのは自分にとってそのいいものっていうものでいいので、でも普段使ってるリュックにね入れるとかでも全然構わないと思いますしね。はい、そうですね、夜朝まだ寒いですもんね。はい、ということで、地震の情報をお伝えしました。さあということで、ちょっと一回落ち着いてから目覚めの方に参りましょうか。はい、はい、じゃあ一度情報を整理するためにも一度点火目、確認して、0時18分再開という形にしたいと思います。
こんばんは。すいません。いい、すいません、ちょっとあのカフが上がってなかったみたいです。すみません。はい、先ほど、11時54分に、福島県沖を震源とする、震度3の地震がありまして、その後に、0時3分頃、こちらも福島県沖を震源とする震度4の地震がありました。はい、で一応、常にその地震の情報が入ったらすぐに、お伝えできるように、体制を取っております。予報センターも待機しております。はい、この後何かありましたら、すぐそちらの方に情報を切り替えさせていただこうと思います。はい、さあということで、また新たな情報が入るまでは、通常メニューに、ここからは戻りたいというふうに思います。はい、よろしいですかね。皆さんの、 あの準備がよろしければスタートしたいなというふうに思います。まだあの心の準備ができてないよっていう方がいらっしゃれば、もう少しね、ちょっとお話でもしながら心が落ち着くのを少し待ちたいと思いますけれども、大丈夫ですか。みんながね、気持ちいい形でスタートしたいなというふうに思いますんで、大丈夫ですか。うん、はい、今のところ皆さん大丈夫っていうコメントをいただいておりますかね。はい、なんか無理に、これやんなきゃいけないっていうふうには進めたくはないというふうには思ってるので、ライブなのでね、この情報って。で、放送枠が決まってる、テレビとは違うので、ね、常に臨機応変にね、皆さんの気持ちと寄り添いながらいきたいなというふうに思います。大丈夫そうですか。良さそうですね。はい、はい、さあそれでは参りましょうかね。僕の腰の方もですね、順調に回復しておりまして、あ、そうですね、2週続けて出れるぐらいに回復してきてます。まだコルセットしてます。コルセットはしてますけど取らないです。もうこの一回やっちゃったんで、取ってまた悪くなるっていうのをやっちゃったんで、もう取らないですよ。もうしばらく取らないです。はい、でもう本当に大丈夫だというふうに思ったら取ろうかなっていうふうに思います。今もうコルセットしてればもう何だってできるぐらいまで、いや無理、東京マラソンに出れるぐらいまで回復してますからね。コルセットしてればですね。はい、さあオールナイトできますよ。もちろんできます。はい、大丈夫ですか。あ、今日はできないかもしれない、うん、来月ぐらいにはできます。はい、さあということで、それでは本編と言われてるんですね、はい、コーナーに参りたいと思います。ソライブ24名場面名場面、はい、よろしくお願いします。さあ本日はですね16本あります。今週からですねメールアドレスに加えてツイッターの方でハッシュタグ、名場面名場面、名場面はいい方です、ね、もう一つの名場面は迷う方です。はい、そちらの方でも、受付をしたところツイッターの方でもたくさんご意見いただきました。それに常時手なのか、メールの方も飛躍的に増えたということで嬉しい悲鳴ですね。はい、嬉しい悲鳴というかスタッフは本当に悲鳴を出しましたけど、今日ここだけの話ですけど、今日は構成表が間に合わないっていう言ってメモしかもらってないですからね。はい、この調子で皆さんからいろいろといただければなというふうに思います。
はい、また BGM でかくないですかBGM でかくないですか大丈夫ですか皆さん、お、OK？ 少し大きい、あ、大丈夫、なんか耳が でかいなと思ったんですけど大丈夫ですか。はい、さあそれでは参りましょうか、16本あります名場面、続けてじゃないですね、一つ一つ続けてはやばいです、続けては美味しいところがねそのままいっちゃうので、はい、さあそれでは今週1本目の名場面は2月19日日曜日のコーヒータイムから届いております。それでは参りましょう、どうぞ。だよ、花粉で一句が思い浮かぶ時間が長引いただけです。なんだこれ。他多分明日の編成そんな変わらないと思うんですけど。あ、本当ですか。ありがとうございます。誰と話してんの。はい。え、これオンエアな。マジ？なんで気づいてないの？野口。野口呼んでる。電話が繋がらない。電話が繋がらない。勘太郎。僕に電話かける？野口さん。なんなら僕に電話かけますか。うわ、これな、伝わった、もしもし伝わりました、ちょっとのあの本間さんに渡します。はい、うわやばい、何これ、え、始まってるんですか。始まってるんですか、あれいつからですか。カメラすげえすげえ動揺してる、動揺してるよ、動揺してる、なんてスタッフ間の会話をしてたものも入ってるわけですかね。やばいよ、もうなんか流れてるって言ってからのテンションがちょっと番組上のいつものカンタロウになっちゃってるからさ、素の部分が引き立っちゃったじゃない今の。ああいう感じですよ皆さん、カンタロウっていうのはね、ちょっとなんか気だるい感じでしたね、ちょっとなんかぶっきらぼうな言い方でしたね、あれがカンタロウですよ。あれがリアルカンタロウですからね、なんかねテンション高めのオンエア。あれは演じてます、演じてます、はい。下打ちしそうだわ、下打ちに関してはですね、僕がものすごい嫌いなので下打ちを、もうあのスタッフに徹底してますから、下打ちなんてしたらもうグイってやられますからね、おいってやられますからね。もうあのねチャットでもね、僕はねもうそういうのも人間として許せませんからね、クシッとか、あ、こらそういうコメントしてたらねダメですよ、本当に良くない良くない。チュッてなってるじゃない、だんだんチーからチュッて。それは許せる、それは許せるよ。気持ち悪くなってきちゃう、だんだんやめてやめて、なんだチュッて。さあそれでは続いてまいりましょうか、続いては2月20日月曜日のアフタヌーンから届いております。それではご覧ください、どうぞ。皆さん準備はよろしいでしょうか、それではキャスクジ用意スタート。携帯電話スマホをご用意ください、3、2、1、ドン。はい、
これをパシャッと止めるか写真で撮るかスクリーンショットしてください。なんか怪しいのが何枚か見えます。はい、終了です。なんか怪しいのが何枚かありましたね。じゃあお手本としてやっていこうと思います。いきますよ。キャスクジがスタートします。3。早い。よいしょ。2枚ぐらい取っちゃ、2枚取っちゃダメか。1枚か。じゃあ最後の1枚にしよう。こんな感じで画面をパシャッと取ってください。何だったかな。なんだ。うそうそやだ。なんで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 。上司に怒られるんですか。上司に怒られ今日。かな。戻ります。いやーこれね、なんか皆さんからツイッターで送られるんですよ、今日これでしたってね。これでも僕は本当にね、気が気じゃないのが、いつ NHK に怒られるんだろうっていう。これあの棚くじのパクリですよね。棚くじさんに怒られるだろうな。しかもね、なんかね、なんだろうな、そのタイトルの絵とかもね非常によく似てる。テイストがもうそのまんまでびっくり。イーテロ、イーテレ、そうイーテレさんのね。びっくりですよね。いやこれね、まあ面白いと思うんですよね。それをなんかねシェアして、いやこれは非常にいい企画だなってずっと前から思ってました。あの棚くじはいいコンテンツだなと思ってました。はい。インスパイアした、インスパイアでね済まされればいいんですけどね。もう土下座をする覚悟はしております。 NHK ですからね。ね、いろいろお世話になってますからね。はい。まあただ、もう総務省に行くことはないので。総務省に謝りに行くことはもうないので、ね、そこのところはちょっとね気持ちが楽です。さあそれでは続いてまいりましょうか。2月21日火曜日のモーニングから届いております。それではまいりましょう。どうぞ。神奈川県横浜市成美さんよりいただきました。ありがとうございます。おはこんにちは。京急のレアな電車ラブトレインに偶然乗りました。いいことありそう、ね、今日は病院ですがといただいています。こちら京急のレアな電車ドキあドキぴったりですね。ラブトレイン、こういうのがあるんですか。こういうのがあるんですね。知らなかったです。でも京急あんまり乗らなかったですね。なので知らないだけかな。乗る方はね有名なんですかね。乗る方はもう通勤時間だったらちょっと気まずいですね。確かに。でもどうですか、こういうハートのがハートのこういうのがあって、こう自分が自分がこう握ろうと思った瞬間にちょっと隣の男性とかがこう握ろうとしてあっってなるシーン、どうですか。ドキドキですけど。でそういうなんか物を落として手がこう拾おうとしてあっていう感じがありそうですよね。電車でもあドラマの見過ぎですか。ドラマの見過ぎです。あ確かに男性同士だとちょっと気まずいかもしれないですね。男性でもこう女性男性でちょっとドキっていうのがありそうで、なんかこう妄想が膨らみました。はい。このね北北西の人はね妄想がたびたびあるんですよ。朝から朝の番組で
これ以外にも何かあったんですよ。なんかその妄想で盛り上がってる盛り上がってるのが、いやすごいね、朝からよくそういうことねえ、もうそうできるなって思いました。僕もあのこれ見てて思わず突っ込んでしまってツイートしちゃいましたけどね、これはねえだろうと思ってね。いやもいや僕もねそうそうリクエスト送んないですけど、これはちょっと物申すと思ってね。いやだってそのつり革であっていうああみたいになってやったことあります？僕はないっすよ。ないです、ないです。ないよね。あるっていう人あるよ、いた一人いた。ないよね。しかも女性ともし仮にそんなことになってしまったら本当に申し訳ございませんっていう感じですよね。危うくなんかね、痴漢ですとか言われそうだよ本当に、うん、あ、座ろうとしてあっていうのは確かにね、そういうタイミングはありますけど、手が触れるっていうのは相当ですよね。ビナッチはそういうことされるとあってときめくのかな、どうなるんですかね。おじさんとかだよ、だいたい電車に乗ってんのって。ハート型、もう俺もし目の前にハート型のつり革ったら多分捕まらない危ない、なんかの罠だと思って捕まらないですよ。はい、さあそれでは続いてまいりましょう。続いて本日4本目は2月21日火曜日のサンシャインから届いております。それではご覧ください、どうぞ。こんにちは、2月21日。なんで？みんなコメントも踊り出しちゃった戻りまーす。これは面白いね。ボタンが横なんですよ。いやなんかこうなんだろうな、ドッキリ企画って感じがするよねあの表情がっていうか収録前の表情がちょっとねあれもあれどうしたのかなっていう顔してたよね。あんな風に表情する必要ないと思うんだけどね、収録だからといって。いや全然普通にしてていいと思うんですよ。きょとんとしてましたからね。構えるすごいですねいやなおちゃんのね、なんかその心の動揺みたいなのを見て取れる回でしたね。はい、さあそれでは続いてまいりましょう。同じく21日火曜日のコーヒータイムから届きました。それではご覧ください、どうぞ。それではここからは予報センターに最新のお天気を聞いていきましょう。それでは予報センター山下さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は素敵なお写真をですね、皆さんに報告するフォトジェニックのコーナーしていったんですけど、はい、見ていただけてましたか？あ、見ましたよ、はい、写真富士山とか、はい、あ、そうです、ありましたよ、ね、写真なんかこう撮りたいなという気持ちになっていただけましたか？まあ、そうですね、はい、あ、なっていただけましたいや、まあそうですね、まあ、でもいい写真だなっていうのがたくさんありましたね。そうですよね、はい、なのでぜひ山下さんも撮ってみてくださいねそうですね、はい、撮るように頑張ります。でも山下さんもフォトジェニックだなって思います。え
フォトジェニックはあの写りがこれの写真なんですけど、いつ向いてたんですか、これの写真なんです。そこカメラ目線じゃないですか。そうですよね、なんだろう、いつの写真なんですかね。いや、素晴らしい写りですね。はい、とんでもない。まあ今日はですね、はい、まあ、青空も広がってるところいや、やりますね、山下。まあ、あれなんですよ、なんかピョッて出てたあのワイプのねサムネみたいな、あの顔がなんかね赤ちゃんなんですよ。赤ちゃんが可愛いっていうものと同じバランスなんですよ。黒目が大きいんですよ、なんか黒目が大きくてね、あれコンタクトなのかな、あのディファイン黒目大きくする山下はもしかしたカラコンだみたいなね、カラコン疑惑。そうですね、山下はカラコンかもしれないです。はい、そしてわざとこうぽっちゃりねキャラを出すためにシリコンを入れてるのかもしれないです。それから注射ですね、ポトックスだったっけ。注射をしてるんじゃないかなと思いますよ。今度ね、今度聞いてみましょうね。はい、さあ、それでは続いてまいりましょう。続いて21日多いな、21日火曜日のアフタヌーンから届いております。それではご覧ください、どうぞ。 OKOK、 あら止まっちゃいましたね、すみません。はい、ちょっと今ねあのシステムがフリーズしてしまったということなので、21日火曜日のアフタヌーン、はい、それでは準備ができたそうなので参りましょう、どうぞ。 OKOK、 うん、OK コメントいっぱい届きました。あ、私もモニターでじゃあ参加しようと思います。今日はね五郎さんじゃないことを願いたいと思います。また来た。よし、私も準備 OK です。どうやるの？今から動画が流れますので、ここぞというタイミングでスクリーンショットもしくは写真を撮影してください。パシャッと画面を撮影していただければ OK です。では行きますよ、キャスクジスタート。携帯電話、スマホをご用意ください。3、2、1。あ、待って、撮れたかな。撮れた。多いんじゃねえね、かなりない、なんか。さあ、昨日のものもあれば今日のものもあります。皆さんバッチリ撮影できたでしょうか。はい、終了です。寝頃増えてるよね、やっぱりね。さあ、では結果見てみよう。今日はね、さすがにね、あ、ロックしちゃった、写真から見て。さすがに、嘘でしょ、ちょっと待ってくださいね。何？また昨日と同じ寝坊さんなんですか。嘘、なんでしかも昨日と同じ寝坊さん。ほら、だから今本当にこれ今日のやつかなって思ったら、同じ寝坊さんがもう一枚いるので、すごいですね、今日のやつですよ。ちょっともう一回やりたいな。なんでこんなに寝頃さんばっかり弾くんだろう。泣きの一回いきます。いや、なんでですかね。あれは目押しはできないですね。目押ししたとしても携帯がカシャってのにちょっと時間かかるからね。いやー、すごいですね。はい、フラグの回収。回収ができたということでね、はい、さあ、それでは続いてまいりましょう。21火曜日のムーンから届いております。それではご覧ください、どうぞ。ちょっと気になりますね、なんかね、全然体柔らかくならなくて、ストレッチの本をずっと試してるんですけれども、あの全然おや失礼しました、あのストレッチの本。はい、あー、ダメだ、もう全然ダメだ、もう恋愛の。
もうなんだっけ、もういいか。なんか煽ったのかなと思ったらくしゃみっすか。なるほどなるほど、ね、いや花粉の時期ですからね。あれ花粉症ですよね、アイリーもね、はい、いや僕もだん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 花粉症のなんか症状が年々ちょっとずつバージョンアップしていってますね。はい、最初はちょっと目がかゆいぐらいで、いや目がかゆいっすよみたいなことを言ってたら、だなんか今年は喉に来てますね。あれなんか喉がイガイガするなみたいな、はい、さあそれでは続いて22日水曜日のコーヒータイムからも届いております。どうぞ。それではここからはですね、よあーごめんなさい、またちょっとシステムが止まってしまったということで、ちょっとね今日16本もあるからねちょっとね重いですねシステムが、はい、さあそうフリーズしちゃうんですよね、はい、さあそれでは、22日水曜日のコーヒータイム見てみましょう。どうぞ。それではここからはですね、予報センターと一緒にお天気確認していきたいと思います。ここに予報センターの、この後は山瀬さんの予定だったんですが山瀬さんがちょっとどうしても一緒には難しいということで共演NG ねえ、どうしよう。それでは行きましょう。村上さん、はい、こんにちは。こんにちは、ひかるんよろしくお願いします。お願いします。なんか山下さんが逃げちゃったっていう話ですけど、どういうことですかね。ダッシュして逃げたんですかねちょっときっとね、こうやって逃げたんだと思うよそれ見ましたよ、ね、見ました。逃げてたでしょ、うんね、いじられてますね、山下はいないところでもね。いやもうなんすかね、村上の好感度の上がり具合、もうチャットがおかしい、チャットがおかしいよ、普通に笑ってるだけだからね、もうまあなんかね、オコミとの、まあ、対比でね、村上はもう笑い情報なのでね、オコミはなんか怒り情報でしょ。でもその対比がまたね、いいっちゃいいんですけどね、はいさあ、あ親続いて22日水曜日のコーヒータイム、同じくコーヒータイムからおこみまた届きました。それでは見ていきましょう。どうぞ。この後はアフタヌーンなんですね。私初めて復帰した最初の時間帯アフタヌーンだったんですよね。だからなんとなくこうアフタヌーンって聞くとあーって思いますけどね。ちょっと出てきてちょうだい何でもいいけどちょっと出てきてちょうだい。何でもいいけど来ないですねいないの嘘あね、出てきます出てきますね、いますってちっちゃい声で言ってたもうビビってる、すでにビビってる、遅れちゃったね。いいよいいよ、アフタヌーンの話してたからいい怖この後どうなったら怖。いや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 、あれはビビりますよね。いい先輩がね、どこにいんね、出てきなさいみたいな怖い、いや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 、まあね、おこみは普段からあんな感じですからねあの番組だからあっていうわけじゃないです。あ、普段通りですね、あんな感じですからね、はい、さあそれでは続いて23日木曜日のモーニングから届いております。それではご覧ください。どうぞ。今起きたばっかり、ちょっとぼやっとしている脳みその方は難しいかもしれませんが、
さあ皆さんもぜひ一緒に挑戦してみていただきたいと思います。さあそれでは4つ一気にいきますよ全国はなんとかかんとか、北日本はなんとかかんとかといった感じで4つ一気にいきたいと思います。それでは早速いきましょう。いきますよ。順番は全国、北、東、西でいきましょう。いきます、せーの。全国は強まる雨風に警戒、昨日との気温差に注意、北日本は湿った雪や雨が強まる、寒さやあらぐが夜は寒く服装で調整を、東日本出勤時間に強い雨風のピークが重なる、昨日よりかなり暖かくなる、西日本は天気回復、傘の忘れ物に注意。ふぅはい早かったですか。 ありがとうございますこれコーナー、コーナーです。これコーナーなんだ。体操天気。